第8話「戦場は荒野」ということでこれはの斐がねガンキャノンで出てくるとこですねこの時初陣か初陣なんだね意外と遅いよねそれまでホワイトベースで嫌味を言うようなキャラクターだったわけですねそういえばそうだねんかオリジンとかだとさ旧作とかと戦ってなかったっけその前にああもう早い早いですよねうんアニメだとここでそうか説明しようんだのかな やっとねやっと頭に入ったのこの時まで普通そんぐらいかかるそうだね話だよねまあ V 字の割にはかなりね頑張ったんだよね甲斐は実際生き延びてるしパイロットとしてはそこそこ優秀だったんじゃないかなとめっちゃ泣きながら乱れ討ちだったけどねそうなるわなでもなるよね甲斐もニュータイプですか反ニュータイプぐらいうんまあでも覚醒するよね なんか最後、アムロの声や、ちょっと聞こえたぐらいなんじゃないのかす、うん、かに。でですよ。うん、まあ、それとは対照的に、逃げ出したシャアとガルマがちょっとピリピリしてるわけですよ。うん、ちょっと1、2回まではあんなのんきだったのにねー。シャアが嫌味を言ったりしてね。はい、<laughs> あの<ー>、<laughs> まあ、お前のせいでもあるんだぞっていう <laughs> 気もするんですけれど、まあ、ここはね、やっぱり大佐のガルマの責任ということで、まあ、こう、突っつくわけですね。うん でま海が俺だってやれるぞとすごいよねここで死ななかったのもある種の運の強さでありますここでだって死ぬ確率は高いもんねあの状況だとそうだね初陣で弾なくなってるしね弾なくなったんだね打ちすぎちゃって打ちすぎちゃってあ打ちすぎると思うわそんな初陣なんてなあ あんなゲームだとさ無尽蔵に打てるけど実際頭に限りがあるわけじゃないそうだよそんまね弾切れの怖さをねうん、うん、ないないっていうカチ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 っていうとこはさもう本当にねなんかあのもう怖いっていう描写がすごいされてるわけじゃないですか、ね、でこれはどうやって切り抜けたんだっけか結局助けに来たんだっけ 何でもぞみたいな感じだったっけか早く来いよみたいな <laughs> 超キレしたよねすげえ回路切れてた記憶が今頃来やがってみたいな <laughs> まあでも一気はしとめるんですよでまたピンチを切り抜けてガルマがあと姉ちゃんになんて言えばいいんだろうと <laughs> そうこんな失敗したっていうことよりも姉ちゃんになんて言おうかって方心配してるからね ねうん、お姉ちゃん怖いからね,ね<え>家族経営ってこれがあるからやだよな<え>仕事とその家族のプライベートと、ね、プライベートが一緒になってるわけじゃんねね<え>、俺ら仕事で失敗しても別に親とかに報告しねえじゃん <laughs> <laughs> たまに愚痴るけどね <laughs> お母さんに言うよとかないから、ね、ないじゃん、まあ、家に一緒に住んでたらさ酒飲んだ時にこんなことがあってって言うかもしれないけどさ <laughs> ね直属の上司じゃないから、うん、別に言わないけど だってこの時のガルマの心情的にはさガラス割っちゃったのをササイに怒られるぐらいのどうしようまた姉ちゃんに怒られるみたいな思ってるわけじゃんしゃあもう内心笑ってるだろうねそれはねこのガルマが失敗して慌ててる時の楽しさったらないよねないねないよねいやあのなんだろう友達に遊びってさ友達がさ 兄貴とかからめっちゃ怒られる時ってなんかちょっとワクワクするこいつんちこんな感じなんだ <laughs>。<laughs> 結構しょうもないことだね。そ,そう、結構しょうもないことだ <laughs> お前プリンクタただろうみたいなんで喧嘩してたりするのを見ると、<laughs> <laughs> こいつ普段学校でねすげえ威張り散らしてても、ね、兄弟には弱いんだなと、うん、ちょっと話あるかって言ってさ、うん、その襖の向こうからさ「うん、おめえ袋たち破っただろ」みたいな聞こえてくるわけじゃん <laughs> あるある <laughs> あるね <laughs> そういう感じかね末っ子はまあそういうことがありますよ、うん、でねまあこの姉ちゃんキシリアはねすごい冷たい姉ちゃんじゃん、うんうん ツンデレでもないよな。デレがなさそうなぐらい。デレだ。ないね<え>。うん、まださ、ほら、なんだっけ、あの、イデオンの女、上官みたいなやつはツンデレ的なとこあったじゃん。うん、<laughs> なんだっけ、クララじゃん。えとね、ハルルハルルは <laughs>、ほら、わざとさ、男っぽい振りをしてたけど、うん、本当は女の部分もあるよって出してたけどさ、うん、なんかキシリアにはそれがないもんね。うん、ない。私弱いのみたいな描写が一切ないもんね。うん でもちょっとなんかマクベとかにはそういうとこをちらつかせてうまいことやっ私も弱いのみたいななんかでもちょっとさすごい欲しいのみたいな言ってたのかいんかちょっといやまあねあの2人仲良かったですから仲は良かったよねどっか似た者同士みたいなところがあったんかもしれないですけどまあ怖かったんだろうなガルマからするとなでもガルマって童貞だよね ガルマは同定集するなぁ。同定2.0を言ってるね。<laughs> まあそんな感じで。うーただなぁまあシスコンだから彼女できん、あまぁ、あ、でもあれか、この後の話でできんんだよな、まあそうそう。いやもういるんだよ。あ、この時にはもう婚約者がいたんだよ。あガルマ同貞じゃねえや。はは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 微妙はは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  いたいた。イセリナとやってたかどうか。は出してない。やってないと思うよ、俺も。パーティーのシーンでなんか、ケガれた奴らめみたいな、なんかすげえ童貞的な怒り方してたじゃん。あ夜のパーティーのシーンで、うん。 やってはいないと思うよ。ね<え>うん、まあでも、どう亭主がすごいするのはどうすんのまあただ、伊勢リーナが諸女じゃない可能性もあるけどね。まあそこには触れないでやれよ。<laughs> <laughs> 本当にね、ガルマが同性だったらそこでね、中古嫌いみたいなことを <laughs> 言い出したり、諸女に限るみたいなことをね、現代的なね、ニュアンスはあるかもしれないですけど、まあ、そこはまたね、別の話なんで。<laughs> はい。たださ、まあでも、どう女だったらガルマみたいなやつ嫌じゃね あでもさいやでもあれです超金持ちだよそうそうなんかフェミニストだし <うん S 2> もイセリーナはなんかそれ目当てじゃないのを全面に出してたじゃん,<う>んいやてかなんかうんまあちょっと家っぽいのもあるんだろうけどさシスコは嫌だろけどねねえガルマのそういう部分とねあとは甲斐の初陣っていうのがこのね対比メインの対比というかこの叩き上げと そう甲斐はなんかちょっと貧乏そうな出のイメージがめっちゃあるね兄弟10人ぐらいそうなの一番上のお兄ちゃんみたいな感じのね。アムロはさまあほら親父があんな感じだからそこそこお金持ちだったらっていうのは思うけど甲斐はあんまそういうのないよね兄弟的な話が出てこないところを見るとあんまり裕福じゃないのかなと貧乏っぽいですねちょっと貧乏っぽいね気もしますがそんなで一人っ子だったっけ ムロは一人,人だねはい、はい、そんな感じで、はい、第8話あ戦場は荒野でした、はい、次回第9話はトベガンダム<お>これはね有名な回ですよねじゃなかった